今週のゲストはアーティストで起業家の草野恵美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、2011年にもこちらに来ていただいてたんですよね。はい、まあ、その年から実はこの前身の番組が始まってて、その時のね、初代 MC がシェリー、シェリーさん。実はこの番組の女性 MC がみんなその後カー、嬉しい、頑張ろう私で、その時ね、来ていただいて、はい、その頃からもう今の大活躍のもう目があったっていうか、ただものじゃなかったよね。あ、本当ですか。うん、なんかありがとうございます。あの時ってまだ学生？学生でした。大学1年とかです。1年嘘でしょ、19歳とかそれぐらいだった気がします。はい、いや、もうその頃から全然違ってた。いや、だ21歳経歴がもうすごすぎるんですもん。恵美さんは高校時代からフォトグラファーとして活動。慶応義塾大学環境情報学部に入ると、さらに起業、出産、音楽活動の歌謡エレクトロユニットサテライトヤングをスタート。卒業後も海外でのライブやアート活動も開始。2019年東京芸術大学の非常勤講師に就任。2022年4月に日本初コレクタブル NFT コレクション新生ギャルバースを発売。また長男であるゾンビズーキーパーくんも親子でアーティスト活動中ということですね。 NFT をおそらく日本で一番ブレイクさせたのがこの親子ユニット、親子ユニットって言うんだけどユニットではないんですけど、そうですね、ゾンビズーキーパーくんもすごいよね。そうですね。いや、でもあの絵めっちゃいいし。ありがとうございます。あと今何年生？今5年生に4月からなりました。だからなんか噂によると、うん、なんか最初の売り上げでポケモンカード買いに行ったんだっけ、なんだっけ。あ、そうです、ポケモンカード買いに行った。かわいくない？はい、今のでもすでに分かったと思うんだけど、多動じゃない？多動です。どう思う、トラちゃん、このいや、どこから聞いたらいいのか、まずねえ同じ傾向なんだけどね。はい、これ全部やっていくのに、全部下準備にすごく時間がかかりそうって思ってしまうんですよね。うんうん、考えるより先に行動してる。多動だから行動しちゃってるんだろうな。自分で多分技術を習得するところに時間をかけないで生きていこうって、ちょっと深いな、それどういうことですか。決めましたね。どういうことですか。いや、私は本当に手先が不器用で、なんか人よりも遅いんですよ。知ってるぞ、最近も読んだぞなんか息子さんがさ、え、ママ東京芸大で教えてんのってなんか尊敬した後でデッサン見て、え、うん、そうそう、下手くそって言われたの。そう、あのブルーピリオを見て、すごい芸大に憧れ抱いてて、で、私あの 絵が全然上手じゃないんで、まあ、技術習得するまで集中できないんですよ面白すぎ、それ。そこに絶望してた時期もあったし、まあ、カメラとかやっててもレンズを揃えてったりとかいうところよりもなんか別のことに興味がいっちゃって、ただまあ一貫して好きなものとかはあるんですけど、技術習得がすごく時間がかかる。でもやっぱ何がすごいって、技術そんなにできないなってご自身で感じてらっしゃっても、うん、感性を殺さないでちゃんとそこに向かっていく。そうですね、生き延びる方法としてはやっぱ、まあ、コラボしたりとか、うん、一緒になって作っていくとか、うん、そこも一緒にコラボすることによって拡張していく、うんうんうん、サテライトヤングも80年代の音楽にやたら詳しいベルメゾン関根さんと組んで、けどもともと私ミュージシャンになりたいんじゃなくて、うん、80年代の世界観を再現したいって言って、したかったね、それを明和電機の土佐さんとスプツニコさんに相談したら、うんうん、関根さんを紹介していただいて、私が子供の頃はモーニング娘。とかが流行ってて、うん、でモーニング娘。さんの楽曲を聴いてたら、なんかディスコチューンに影響されてるんですよ、つんくさんの作る音楽って。バナナラマとか、でそこをディグっていくうちにマドンナを知って、森高さんとか知って、で日本の昭和歌謡とかすごい調べて、小学生の時すごいピンクレディーとか聴いてて、中学生になってアキナと聖子にハマるみたいな、なんかちょっと時空の違うところにいたんですよ、一人。さっきそうだ、ディグって言ったのが俺すごくいいなと思ったのは、うん、僕あのユーミンが昔、長続きするアーティストってどういう人が知ってる、自分の好きなミュージシャンのね、誰が影響を受けたかって、それをずっとずっと遡っていって全部系統的に把握できるような人ってのは長続きするのよって、なんか今ユーミンの小芝居やってましたけど、すごい、まさにまさにそれやってるじゃん。ありがとうございます。ディグリ力が結局作家性につながるというか、ディグリ力いただきました、ディグリ力私の父親が1950年代の服とかをこう再現するような仕事を、マニアックな仕事をしてて、だからこう
時代ごとにいろんなファッションが、なんかパンタロンがあって60年代ミニスカートがあって80年代のこういう色使いがあってっていうのをなんか結構教えてもらってたんですね。小学生の頃ギリギリアムラーとかシノラーとかがいて、私たちもなんかこういういろんなファッションがこれからどんどん出てくるんだろうなって思って、でも自分がティーンエイジャーになった時に全部ファストファッションに変わって、ギャルとかロリータとかどんどん少なくなってきて、あとみんなメイクも割とナチュラルになって、物より情報にこう消費が傾いて、まあそういうマスメディアが影響力を持ってなんか面白い文化を生み出してた日本に対しての異常な憧れがあります。めっちゃわかるわ。だから別に懐古趣味じゃないんだけど、あの頃客観的に見て日本って元気だったからね、客観的にねツイッターで見たんだけどさ、はい、なんか生成系 AI で遊んでて、はい、タケノコ族って言葉使ってないのにタケノコ族みたいなのが出てきたっていう事件、あ、そうです、イベントがあったよ。そうです、だからタケノコ族って知らないでしょ本当に、うん、本当にリアルに原宿から代々木公園に向かって、はい、みんなが踊ってたんですよ、こんな本当にタケノコ族の画像、私ずっとあの YouTube とかに上がってる古いビデオとかずっと見てたんですよ。 あれ、うん、本当にあそこにいると、あそこ歩いてるといつもいたよ日中そうで、あれを再現した写真がなんかツイッターでバズってて、タケノコ族って入れてこれ出てくるのすごいなみたいなコメントがあったけど、うん、いやタケノコ族って入れてないですよって、で入れても出てこないです、それはタケノコ族そうですよ、そんな万能じゃないですよ、あのまだウィル・スミスとかだったら出ますよ、でもタケノコ族ってそこまで有名じゃないから出ないんですよだから面白い、私は何を入れてるかっていうと、まあ、これも結構ヒントもこう、うんうんうん、自分で最初は入れてたんですけど、うん、チャット GPT と今度壁打ちしながらプロンプト作ってもらって、うんうんうん、まあ、そこからいろいろ調整するんですよ。メイクとかはタケノコ族は出てこないけど、グラムロックとかだとできる、グラムロックを 30% ぐらいの薄さのメイクでとか服の生地とか柄とか形とかを全部英語で分かる一般的な認識のものにインプットしてプロンプト作って、そのプロンプトをさらに AI に読み込ませて最適化して作ってるんですよ。プロンプトエンジニアリングのマスターじゃん。すごい。これと年明けから毎日ずっとやってたらなんか、壁打ちしてたんだ、こうやって壁打ちしながら、それ AI と一緒に作ってるんですよ。へー、おもろ。新生ギャルバース、はい、新生ギャルバースの、これの始まりのきっかけとか、あ、そうですね、はい、まず NFT っていう言葉を一昨年春頃に知って、うん、デジタルアートって今までやっぱりオークションにもかけられなかったし、まあ、そうやね、作品展示してもこれ誰も買ってもらえないよね、これだって YouTube に上げてるんでしょみたいな、そこに初めて市場がついて、うん、ビープルの作品、ビープルっていうアーティストの作品が、まあ、あれはね、5000 days ね、いやあれも大事件でしたよねそうそう、まあ、投機的なところでもいろいろ問題があったりとかシステムの脆弱性とかいろいろあるんですけど、まあ、とにかくそういう新しい市場が開拓されたってことで、 NFT って何だろうってことでずっと調べてたんですね。で NFT の話を食卓でしてて、でうちの息子が NFT やってみたいって言ってゾンビズーが誕生して、そのゾンビズーどうやってバズったかっていうと、うん、海外の DAO の中で人気が出たんですね、はいはい、でそのコミュニティってすごい西海岸のなんかアート好きのテック好きのヒップスターたちが、影響力があるハブだったんだ、そう、あのもう亡くなってしまったバージル・アブローとかも入ってたりとか、うんうん、そこの中でそのゾンビズ買ってくれた人で熱心なシリコンバレーに住んでるデザイナーの人が声かけてくれて、なんか一緒にやろうよみたいな話をして、そしたらあの実は私ミュージシャンやってて、そのミュージシャンのミュージックビデオに出てくるキャラクターをベースに、まあ、そのキャラクター描いてくれた素晴らしいイラストレーターの大平彩香さんっていうアニメも作れる人がいて、彼女とアニメ作るのがずっと夢だったから、それを実現する NFT をやろうよみたいに提案して、いいねってなって4人でチームを結成して、8888体の NFT を作って売って、2021年の4月のセールでオープンシーっていう世界最大の NFT プラットフォームで売り上げ1位になって、世界1位、24時間ランキングですけど数日間キープしました。すごいですね。これはですね、あの、うん、私が、まあ、子供の頃に見ていた平成初期のアニメ
の再構築なんですけど、ウテナとかすごく好きだったし、アキラだったり、攻殻機動隊だったりっていうそういう SF アニメとかもすごく好きだったんですね。で、私たちの SF アニメみたいなの作りたいねって言って、やっぱりアキラも攻殻機動隊も女性があまり主体的に描かれてなかったりとか、そういうことがある、なんかもっと強い多様なタイプの女の子が出てくる。でギャルバース自体のそのギャルは日本のギャルカルチャーからレファレンスをしていて、自分たちが最強だと思うとか、すごく楽観的でみんなに仲間に優しいみたいなところをまあメッセージングとして取り込んで、まあ海外の人にも伝わるように発信していって、草野恵美とかいうアーティストのツイッターにも書いてあって、私がこういう格好してるのはなんかそういういろんな女性とか母とかステレオタイプに回収されたくないからとかなんか言ってた。草野恵美って、あ、この人だ、あ、そうなんか言ってたよな、そういうこと。なんかまずは前提としてね、自分の好きな格好をするんですけど、まあなんか母親って言ってもこういう姿でもいいんだとか、もちろんなんかもう30過ぎてるのにこんな格好するのとか、いろんな呪いが世の中あるわけじゃないですか。それを一つ一つ壊していきたいなっていうか、いい日本人は奥ゆかしいとか、起業家は真面目じゃないといけないとか、そういうのを一つ一つ破壊していくために自分の一番好きな格好をしようっていう。トラちゃんどうです、ステレオタイプってあるもんな。はい、ステレオタイプに縛られて生きてますあと最初からグローバルだった。だからこのね、あの新生ギャルバースもこれやっぱり見ててよくできてるっていうか、そのエスニシティとかのあれもちゃんとバラ、なんかダイバーシティを、確かにそうですね、やってるじゃない。だからちゃんと最初からグローバルなマーケット見てるところがすごいよね。あ、そうですね。でもこれも8888体作られたんですもんね。全部が違うってことですもんね。全部が違います。8888体作業で作るわけじゃなくて、ジェネラティブって呼ばれるものなんですけど、パーツがそれぞれ別々に書かれていて、それを機械で組み合わせてるっていうような。ジェネラティブ、生成系っていう言葉はもう今年のバズワードだもんね。はい、あ、まあでもこれは厳密に言うと AI ではなくて、ランダム生成ではあるんですけど、実はこの一つ一つのこの子たちに対して名前とストーリーがついていて、そのストーリーは実はチャット GPT のもっと、ま、昔のプロトタイプで作りました。でそのストーリーが今なんか このホルダーさん あの二次創作のヒントになってたりとかして。なるほど、はい、これ実はあのトラウデンさんをモデルに今日のためにこしらえてきたんでよかったら。え、超嬉しいですこれのストーリーってどうなんですか。これはですね、トラウデンさんのちょっと垂れ目なところだったり、はい、あとトラちゃんなので、オレンジの耳をつけて、ありがとうございます。一緒に番組やってる僕としてはやっぱり一番思うのは、はい、心の美しさがちゃんと書かれてますね。本当に心美しい。もぎさんそんなこと思ってたんですか。嬉しいです、ありがとうございますいやだけどめっちゃ、ね、楽しいねこれ、はい、楽しいですね。でみんなやっぱすごく愛着湧くんですよ。なんか今までのキャラクターってその主人公となんか脇役がいて、うん、それしかもみんなのものだったじゃないですか、うんうんうん、でも8888体もいるとそれが皆さんのアイデンティティになって、うん、その NFT 持ってることによってピンクの髪の子を買ったから自分の髪もピンクにしようっていう子が出てきたり、うん、それでグッズとか作ってもいいんですよ。なるほど、まあ、それが許可されてたりとかそういうところが面白いなと思ってます。今そのギャルバースはアニメ化を目指していて、うん、一応アニメの制作資金が今回の売り上げをアニメの資金に結構使うんですけど、まあ、その時に衣装デザインとか背景のデザインとかどんなのがいいですかっていうのをディスコードあのチャットのシステムの中でこう聞いてるんですよ、はいはいはい、でそれでホルダーさんがあこんな衣装どうっていうのをいろいろ提案してくれて、まあ、絵が描ける人はデザインを描いてくれて、で絵が描けない人は AI 生成であのどんどんアイデアを出してくれて、かわいい。ギャルバースすごくその AI を活用してどん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 みんな自分のキャラクターの二次創作を AI で今度作ってるっていう世界。楽しい世界、ね、楽しいですね、はい、やっぱりだからあれだよな、あのイマジネ大学もさギャルバース学科とかめっちゃくちゃ人気学科ですよ、ね、あの東京大学がメタバース工学部って作ったからやっぱりうちはやっぱりギャルバースなんだろう、クリエイティブ創造学科とか作るべきでしょ、ね、これ作るべきですねこれは。でなんか、ね、だってトラちゃんのギャルなんか、はい、アイコンもあるわけだからね。そうですね、うん、そしてですね、視聴者の皆さんと今日来ている生徒さんに課題をいただけないかと思いまして、
え、課題って具体的な宿題ですか？そう、あれをやれ、これをやれとか。何してみてくださいとか。まあ、ミッドジャーニー触っていただいて、なんか架空の世界を何か一つ作ってきてください。お、素晴らしい。はい、まあ、ちょっと触ってみることが大事かなと思います。で、英語でプロンプトしなきゃいけないんですけど、それももしかしたら日本語でバーって書いて、これをプロンプトに最適化してってチャット GPT に聞けばいいんですよ。そしたらできるから、もう全部 AI に頼ってでいいから、ね、触ってみてるうちに、なんかこういう言葉入れるとこういうのが出てくるんだっていうのが分かってきて、ね、たくさん作れば自分の作家性が見出せると思うんですね。なんか AI アートってこれってオリジナルなのみたいなことよく議論になるんですけど、たくさん作ってるとこの人にしか作れない世界っていうのが出てくるんじゃないかなと思ってますね。うん、選ぶのは自分だもんね、最終的に。そうですね、みんなのユニバースを見てみたいです。楽しみだね。はい、皆さんじゃあ自分のユニバースを作ってみてください。はい、ということで草野さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。